お疲れ様です、ポンタです。今日もですね、信長の野望出陣実況していきたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。はい、えー、信長の野望出陣というゲームですね、かなり大部分を占めているのは、委任なんですよね。まあ、いかに委任をうまく使いこなせるかで、あのこのゲーム変わってくるというところになりますので、ご注意いただければとは思います。まあ、そんな重要な委任なんですけれども、あのまあ、いくつか、 やってほしいなあということがあったり、まあ、注意してほしいなということがあったりするんですけど、はい。まあ、いくつかあって、まあ、4つですね、4つ。まあ、1つ目。バックグラウンドはダメだよと。委任できないよと。まあ、バックグラウンド何かっていうと、このゲームをこう、あれするじゃないですか。あの、一回こうね、あのー、閉じるじゃないですか。で、閉じて、で、なんか、このゲーム自体閉じて裏でやってくれるかってやってくれないんですね。この はい。信長に出陣を閉じて、裏でパズドラとかね、波動とか、モンストとかやってて、で戻ってきて、もう、その間はね、寝てるんですよ。この、オートは。なので、必ず、ちょっとここは面倒なんですけど、オートと移瀕してる時には、はい。 このゲームを立ち上げていってください。この画面でいてくださいっていうのが一つですね。はい。まあ、結構これ、最初みんな引っかかるんですよね。まあ、委任中でとことこ歩いてて、まあ、あのね、あのー、近くのマックまで行くかみたいな歩いていくときに、はい、あの別のゲーム、モンストかなんかやっていて、まあ、結構歩いたなと。3キロぐらい歩いたなみたいな感じでまた開いたら、今度は、筋、だ、何も終わってないと。まあ、委任終了と。 というところにすると、はい、成果がありません。何みたいな。あんな歩いたのにみたいな、無駄なので、そこはご注意いただければなと思います。バックグラウンドは NG というところです。はい。で、もう一つがですね、はい。こちらですね。あの、まあ、当然ですが歩かないとだめだよっていうところになります。まああの、あとに家の中でとことか歩いてみたんですけど、ダメでしたね。<laughs> 家の中で歩いたけれども、ダメでした。やっぱり、まあ、ご注意いただきたいところとしては、うん。まあ、あのー、ちゃんと外を歩いてください、ね いうところになります。なんていうのかなあの、家の中でとことコ歩くぐらいじゃダメで、まあ、距離測ってるんですけど、まあ、ごめんなさい。皆さん、あの、ね、群馬の僕の家とかで、まあの、の平屋でね、隅から隅まで歩けば、間、まあ、違うのかもしれないですけど、今僕のね、共商住宅、狭いし、小さいと書いてある共商住宅をとことコ歩くぐらいだと、全然反応しなかったり、ね、アパートの質とかね、そういうところ歩いても何の意味もないよ、というところで、まあ、隣の、あの、<laughs> 3軒ぐらい歩かないダメでしたね、っていうところは、ご注意いただければなと思います。 はいまあ、基本的なところですね。<laughs> で、あと、これ、最初気づかなかったところとしては、あの委任中も登録をためておきます。<ー>はい。これでですね、まああの、当たり前だよって言えるかもしれないですけど、この登録拠点があるじゃないですか。この登録拠点も、委任中、逆にためておけるんですよ。はい。僕、てっきり、あの、こう、今、出陣可能なところがありますって、委任をいちいち解いて、攻めて、攻めてね、委任が解けますって言ったら、攻めて、 で、また戻って移任したいとんですけど、それ全く必要ないです。ずーっと移任しておいても、この登録先のところに溜まっていきます。なのでまあ、ここの登録数を20まで増やしておくといいですね。まあ、20まで増やして、とことこ歩いて、この拠点も、ここに溜めておいていただければとは思います。ここ結構間違いがちなところです。はい。移任中も、拠点を登録できます。登録してもらいます。後で攻めればいいというところになりますね。はい。 まあ僕、これね、知らなかったうちは、最初歩いていて、何回も何回もこう出陣してたので、そういうことは必要ないというところになります。<laughs> で、次ですね。まあ、あと、委任時のこの設定なんですけど、なるべくこう軽いって、委任時にこうバッテリーがあの切れていて、なんか、委人してたのに30%、40%切れてたみたいな、あの、充電がなくなってたみたいな、寂しいので、 まあ基本的にグラフィックの品質、僕一番軽量にしてるんですけど、まあ、普段軽量じゃない方は、この設定というところの中で、はい。この移認時、軽量自動切り替えっていうところを、ぜひぜひ使っていただければなと思います。移認時に充電が減るという悲しい悲劇が避けられますので、というところでございます。はい。でですね、まあ、あと、あ、ごめんなさい、もう一つ言うと、これ関係ないんですけど、インターン関係ないんですけど、この <laughs> 活性演出倍速化ってこれやった方がいいですよ。 女のやつ。あの、河川演出で、よーし、必殺技やるぞーみたいなやるじゃないですか。先方やるぞーみたいなやるじゃないですか。あの画面で、先方で顔ねドアップになるんですけど、あの演出正直、何回もやって、何回もやってくると分かったよみたいな。 入り押のドヤ顔とか何度もね、ニヤってしてるドヤ顔を一戦中、途中に3回ぐらい見てもういいわってなってきて時間の無駄なんでそこはカットしていただければなと思います。まあ、理想言えばね、あの、前も言いましたけど、戦闘終わった後の土地取りましたリザルト画面もカットできるなって言うと思うんです。そこはまだというところですが、まあ、さっきの戦闘時の戦法を軽量化するだけでもかなり変わってくるかなと思います。で今日のメインイベントなんですけど、あの、移民のですね、はい、設定、ここ、 いあのー、こちらで解説していいいきたいと思います今ですね、まあ、ちょっとキャンペーンイベントがあるので、SSR 部署とか SR 部署トップにしといた方がいいよって言って、これはまあ嘘じゃないんですけど、普段ですね、こういうキャンペーンが全くない時に、誰を1番にすればいいのかとか、誰を2番にするべきかというところになるかなと思うんですけど、僕はですよ、僕のプレイスタイルだと、断トツ早馬ですね。<laughs> 早馬みんな舐めすぎですね。早馬って、あの1回につき5分ぐらい短くなんですよね。 あの今キャンペーンだから7分ぐらいかな。つまり、早馬を1匹、あのこうやって捕まえるだけで、なんていうのかな。7分短くなるんですよ。で、しかも僕4ついるから、7、4、28分短くなるんですよ。計算間違えたらごめんなさい。細かいとこ間違えたら。考え方でね。あのつまり、市場が4つある人は、馬を1つクリックするだけで28分短くなるんですよ。2時間ぐらいかかるやつ。まあ合計でなんですけど。だから馬をどんどん拾っていくことで、どん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 領土が拡大していくので、 うん。早馬は実はめちゃくちゃ貴重です。早馬みんな舐めすぎ。早馬は確かに、あのー、銭とかアイテムもらえないから大したことねえやっていう気持ちはわかるんです。最初はそうなんですけど、領土を広げるってなった時に早馬めっちゃ効くので、これめっちゃ、あのー、実は高くしておいた方がいいというところになります。で、あのー、次はそうですね。SSR 部署ですね。SSR 部、まあ僕の場合は里見なんですけど、場所によっては超速壁だったり、ね。 あの、オートマだったりするかなと思うんですけど、やっぱり SSR 武将は結構大事なので、拾っておくといいと思いますね。まあ、これ2番目でもいいと思います。で、SSR 武将がばっかり押してたら、これを1番に、2番に置くのはちょっとあれなんですけど、たまにしか押してないんで、うん、これでいいと思いますね。3番目なんですけど、まあ、この順番かな。合章合のだと思いますね。合章合のは SSR 武将並みに結構レアだし、なんだろう。うーん、結構偉いんですよね。 小判で言えば7000ぐらい得られたかな。うん。だったりするので、この2人は貴重なので、順位高い方がいいと思います。はい。で、その次なんですけど、あのプレイスタイルにここ結構寄ってくるんですけど、僕は商人の民だと思いますね。うん。商人はかなり、正直、あの、銭が足りないんですよ、このゲーム。どっちかっていうと。銭が足りなくて、例えばあの、覚醒させるのにも、武器をね、あの、鍛えるのにも、何でもかんでも、 あのね、技能を開放するにも何でもお金が必要なんですで。お金が強くなると戦力も上がるの早いので、てかお金がボトルネックになって戦力上がっていかないことがほとんどなので、まあ、お金をトップにしておくといいと思いますね。はい。で、ただ、農民の方、スタンになってるんですけど、世の中にはですね、なんだろう、1日に300、400場所を埋めるみたいな人もいるわけですよ。<laughs> 300、400、なんていうか、占拠していく。 電車に乗りりままままくくくっって、て、フリーキップとか使い埋僕ね、そういうプレイをたまにするんですけど、そしたら米がもりもり減ってくるんですよ。<laughs> もうめっちゃお金。俺、米ってこんな余るゲームなんだなと思ってたんですけど、本気で、本気でね、1日200、300を回るみたいなのを、1週間ぐらいすると、あっう間に米がなくなってくるんで、まあ、そういう人は米が重要かなと思います。ここはプレイスタイルによるかなと思うんですけど、まあ、基本的には、まあ、この動画を見ている人の、多分8、 9割はまあ、お金の方が足りないと思うので、まあ、お金を先にしてもらえればなと思います。で、その後、農民かな。で正直、雇っていりますい、あ、不要ってわけじゃないですよ。倒せればいいんですけど、まあまあ、結構順番が低いかなとは思います。で、まあ、その後はまあ、こうかな。SRRN ときて雇う。まあ、こんな順番が割と比較的おすすめかなとは思います。<laughs> はい。 まああのぜひぜひ皆さんのプレースタイルに合わせてちょっとあの微調整してもらえればと思うんですけど基本的に早馬めっちゃ重要だよというところです。まあ、特別市場とか全然買ってなくてでしかもあの占領あのプレイもねそんなに細かく何ていうのかなプレイ時間が短いっていうかあの結構ゆったりやってるよみたいな方遠征でそんなにねあのすぐに攻め込んでも占拠してもあの。 ここの画面、スマホ自体開けないよみたいな人そんな人はね、もうむしろ、ゼニとかの方と早くしてもらえばと思うんですけど、僕みたいに、ね、こう4、4つぐらい城があって、ちょこ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 攻めまくってる人について、早馬の効果が絶対ということで、早馬を舐めるな、ね、よ。早馬めっちゃ大事だよというところ言いたいかなとは思います。で、遠征武将なんですけど、派遣する武将なんですけど、あの、派遣する武将は、まあ、なんだろう、レベル。<laughs> をを上げたいいいいて当るとと思いますねごめんなさいここに強い武将を当てる意味ってあんまないですよね。武将派遣のところで能力ってあんまり関係ないかなーって思うんですよ。派遣する経験値武将、派遣武将の陣がないですよね。ここで見てるんですけど、武将の能力があんまり影響しない気がするんですよ。この派遣武将の時に。ごめんなさい。僕の勘違いだったら申し訳ないですけど。なので、 むしろ、ここで得られる経験値っていう方が重要。つまり、最上義明僕取ったばっかりで育てたいんですけど、この人を農民に向かわせるみたいな感じにすると、どんどん経験値が上がりやすいので,で、農民が得意っていうのは別に農民と会うと経験値の獲得数が上がるので、まあいいですよっていうことなので、まあなんですかね、農民だから早くつくっていうわけではないですよね。獲得経験値が増えるだけなので、まあここはだから、あの強い武将、技能を持った武将ではなくて、はい。 これから育てていきたいなっていう部署をあの派遣のところに入れていただければと思います。違ったらごめんなさい。ここあんまり強くなくていいよ。これから育てたい人を入れてくださいねという感じになります。 はい。いかがでしたでしょうかあの、これがですね、委員のコツみたいなところになりますので、皆さんもぜひぜひ委員のコツも教えていただければ幸いでございます。ま、あの、非常にね、覚えてしまえば、そこは浅いんですけれども、あの、覚えるまでちょっとこう、わかりづらいかなっていうところがあるので、整理してお伝えした感じでございます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。